ということでさ、やっていきましょうか。バイオ6じゃないや。なんでバイに飛んでった。バイオ RE3 のパート6ですね。6とバイオのタイトルがいろいろと混在した。いるんですけど。もうなんか、ちょっと待ってさ、この間やった時はさ、倒れてくんだったじゃないのよ。なんであなた今回は強いの。ドアちゃん、こう。ほいほい。ほい、来い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 。どうせどんどん来るんだろ。ほら、ほら、あべ、あべ、あべ。そういう勝手にやるっていうか、それに回復しとかないとやばいんですよね。ほい、開けて。ほい、うい、うい、目の前。あぶね。ちょっと待って、これどうしよっかな。こうやった瞬間に。ほい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 、急げ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 、来てる来てる、来ない来ない、目の前にいる。やばいやばいやばい、なんかもうこ怖い。ちょっと待って、いるじゃん、いる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 。逃げろ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 、ここすここ入れ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 、よし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 、オッケー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 。確かこのビル、そうだ、そうね、そうね、そうね。なんかもう弾も体力も無駄に使っちゃった気がするんだよね。あ、そうだ、ここセーブあったじゃん。ここまで来たらさすがに来ないと思うんですよね。よし、オッケーオッケーオッケー。こちょこちょ、あ、こちょこちょ、あ、こちょこちょ、こちょ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 の番ですな。これで戻った時にあそこ、あ、体験版の時に、なんか寄生虫行って、いたじゃないですか。あれを、ちなみにこっちはいけないんだよね。なんかハンドガンとかめっちゃありそうなんだけど、やっぱりドーナツ食べたいよね。多分これだよね。レッドストーンズ駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか。私はスーパーカップ浅見姉妹よ。長らくやってなかったんで、ジルの声が一体何なのかって。でこれは一体どうやるの。ぜん、レッドストーン駅だから RE ってやつで、なんて書いてあるの。これはファウストエニ、わかんねえや。とりあえずじゃあ LR と FA ってことですよね。で、ラクーンセントラルステーションだから RA ですかね。で、セイントマイケルズクロックと、ああはい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 、 SA ね。はい。で、これは上から1、2の3の2の2でしょ。で、わかんない。とりあえず2がいけて1、ん、こうじゃあな。これいくつまであるの ?3、4まである。じゃあ普通に3の2の、これ 4? 違うね、4じゃなくて分断されてるって2になってから、こうか。ウェイパツフー、どうですか皆さん。これがね、 IQ100 のね、力ですよ。超平均的だった。さあ戻りたいけど戻りたくないような、これこれあれだな、一気に駆け抜けてった方がいいタイプのやつだよね。よし行こう。ですよね、蘇るよね。ほいほい、痛い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 、結局食らうんかい。次逃げろ逃げろ逃げろ。でさっきのやつらあっちじゃなくてこっちに抜けていって、もう極力無視するよ。今日いって、ええ後ろいたのかよ。なんかちょっとグリで、こいつはいなくなってて、で、思うに駅までガッと戻らなくちゃいけないから、とりあえずこいつを装備しといて、ですよね、やっぱりね、体験版だとここでなってたから、とりあえず、ドン、ほい、ドン、オッケー、オッケー、あ、ラッキー、しかも落としてくれた。で、逃げる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 。頭、ハゲてる、オッケー。あれ?ちょっと待って、銃構えて。なんか倒れてるよ。よし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 。そのまま後ろ向いて、そのまま後ろ向いといて、後ろ向いといて。
おばちゃん、どっち行ったらいいかな。よっしゃ、行っちゃえ。オッケー、なめんなよ、なめんなよ。で、またか。あ、ちょちょちょ、こいつはうまくいかないんかい。ちょっと倒れて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 、おやすみおやすみおやすみ。あいつが早く来ないうちに、早く来ないうちに、早く来ないうちに。あれ、意外と体力ある、意外と体力ある。やばいやばいやばい、急げ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 。おお、おお、神回避。よし、ここまで来た。で、体力はなんとかなってるし、よし、とりあえずこれを開けましょう。ん？モデレーター消音効果。うん、さすがにサプレッサーじゃなくてモデレーターをつけるくらいだったら。ああ、これ2ついるのか、ちょっと微妙ですね。まあいいや、とりあえず、あ、そうだそうだそうだ、とりあえずですね、戻ってきたんで、これちょっと試してみよう。回復アイテムが乏しいのが辛いところですよね。この先敵がどうなるかですよね。とりあえずこれでいいかな。とりあえず出てくるアイテムによってちょっとアイテム整理とかしていきましょうよ。さあ、何が出るかな。ドゥルッドゥ、あ、やった。使ったのが回収できたって感じですね。で、続きまして緑、これハンドガンの、じゃないな、SG だからショットガンですね。へぇ。M3 って、僕ね、一番好きなショットガンかもしれないです。なんで好きか、ジュラシックパークに出てくるショットガンで、アラン・グラント、サム・ニールさんですね。が使う、これとりあえず、組み合わせて一応入れとこうか。サム・ニールさんが使ってたんですよね。あともう一人、名前を忘れちゃう。あ、これはアイテムすると消費しないんだ。まあ、とりあえずこれでいいや。あ、回復一応持ってっとくか。救急スプレー持ってっときましょう。サムニールさんが使ってて、まあ結局 2、3発ベロキラプトルに打って終わっちゃうとか、そんな話なんですけどね。まあ、あの時に使ってた、なんか、後ろをさ、カチャカチャって、なんか、ショットシェルっていうの、あれはなんて言ったらいいのかわかんないけど、もう、アイテム戻すのめんどくさいし、行きましょうか。あれをこうね、少しずつ、少しずつ構えていくっていうのが、ちょっとかっこよかったっていう話なんですけど、うん。ナイスジョブ、スーパーカップ。上下的だ、スーパーカップ。もう列車動く？モスリー。あともう、30-40分で結構かかりますね。全然一歩じゃない気がする。来たー、ニコライ、状況は。地上突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらって。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。めっちゃ引きまくってんすけどね。おい、落ち着けよ。こいつのせいで死ぬぞ。確かに。わかんないけどね。悪いな。みんな気が立ってるんだ。後ろの黒人さん、全然人。そう、あ、まあ嘘というかあれじゃ死にますよね。とりあえずこれで一案。ちょっと待って、おい、聞いてない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 。ちょ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 、え、来てるよね来てるよね。ちょっと待って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 、来てる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 。やばいやばいやばい、とりあえずしびれて、とりあえずしびれて、逃げる逃げる。ちょ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 、次次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 、なんでそんなのんびりなの、なんでそんなのんびり屋さんなの。来てる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 。これさ、先にゾンビとかいたらめっちゃショックなんだけど。あ、こい、あ、あ、来た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 。そっちから来るんかい。おらおら、どうでざま。お、ラッキー、また落としてくれた。で、こうなってる間に多分これ、そうそう、一回で開かないのかよ。もう一丁もう一丁もう一丁、急いで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 、ひざまずいてるうちにひざまずいてるうちにひざまずいてるうちに、ファラオにひざまずいてるうちに。そしてなぜかムービーになるとやつがいなくなる不思議現象。これあれかな、急がないとまた落ちてくるやつだよね、落ちてくるやつだよね。急げ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 、よし、オッケー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 。これなんか定期的にボタン押してると、急げ急げ急げ。あ、でも多分来ないだ、通れないと思うんですよ、スペース的に。うん、だからまあ閉めなくても大丈夫だけど、閉めといてください。はい、 OK かな。さあ、地下、絶対出てくる地下。
バイオ R1 入れない。バイオ2の時にもやっぱ出てきてましたよね。他の出口を探さないと。あ、やった、レッハグリーンハーブだけやたらたまってんすよ。ハンドガン、ショットガン、なんかちょっとした強い敵とかなんか出てきそうなんですよね。地下鉄、あ、マップって初めて手に入れるんだね。オッケーオッケー。どうしよっかな。とりあえずセーブはまだいいかな。あ、こいつが気になるから後で開けよう。で、これとこれ預けて、あのね、なんかこう、サガなんでしょうけど、極力ね、ギリギリまで最終ステージだって分かるくらいのとこまで行かないとね、あんまり強い武器を使いたがらないというね、こう実況を見てる皆さんからしたら、もっとなんかスカッとするようなものが見たいと思われてるかもしれないですけど、ごめんなさいね。どうしよっかな。まあここで時間を使ってるのもあれなので、さっさと行きましょう。セーブはまだいいかな、10分ちょっとしか経ってないので。ということで、なんかね、どうなんだろうな、あれかな、あの、なんでワームテールじゃなくて、なんか虫とかいましたよね。虫、今の鳴き声は虫って鳴くのかな。あの虫の名前なんでしたっけ。あの、なんかいたよね。これか。あ、これを取ってきて次に進むってことね。オッケーオッケー。虫の名前忘れてしまった。なんかめっちゃでっかいやついたじゃないですか。あのミミズの変化系みたいな。これなんかないかな。何もない。そっか、地図見たらいいのか。地図ってどうやって開くの。地図上は何もないよね。職員室って書いてあった。先生がいるのかな。あ、これで多分ね、戻ってこれなくなるんですよ。で、最終的にまた戻ってくると思うんですが、なんかある。お、やった、手榴弾で。こっちかな。おお、でかいでかい。ちょっと待って待って待って、何何こいつ、何こいつ、恐竜みたいなの来た。ちょ待って待って、恐竜あれ弱い、弱くない弱くない。ちょっと待って、何何こいつ、ちょっと待って、逃げ道、あったあったあった。これさ、これこうしてたらさ、消える、消えた。よし、もう一回おるよ。てか、こなんかあるね。こっち行った方が正解かな。とりあえず、あ、尻向けてる。おいいい、こんだけ遠かったらそうそうやられんでしょう。てか、あいつ目あるのかな。どこ見て歩いてんだろう。ほいほい、ちょっと待って、体力高すぎない。これショットガン持ってきとくべきだった。お、やった、目つぶした。What the fuck was that? 終わり。魚の切り身。こいつ何やろ。え、こいつ何、めっちゃ弁当のパッケージをしてってるけど、ん、あ、なんかもう一個道がある。もう一個道があるね。もう一個は道なかったんで、まっすぐの道進めていきたいと思います。ちょっと待って、今何発使った。20発くらい使ったよね。20発使って、とりあえずまあ上がっていきましょう。とりあえず20発使っちゃったから、ん、緊急助手の飼育日誌、進みすぎた。3ガン、あ、あれもしかして、ハンターガンマか。あー、なんか随分と恐竜らしくなっちゃったね。手どこ行ったのって話なんですけどね。3月4日、水温18度、pH 6.8。ガンマ個体を初めて培養層から出す。動きはやや緩慢で攻撃性は低い。まあ、遅かったね、確かに。4月18日、水温20度、pH 6.8。いくつかのホルモンや薬剤を投与。うち1つが効果を示し、攻撃性が著しく上昇。素早い動きでターゲットを丸飲みにする。あ、じゃあ多分あれにやったら一撃死。なんかあれだね、バイオゼロのラーカーと合体したみたいな感じかな。で、6月30日、水温22度、pH 6.2、下がったね。流本社でのアンブレラかな。ガンマ研究打ち切りが正式に決定した。破棄直前に特に高い知能指数を示す個体を密かに搬出。かねてから用意していた新ラボに無事移送完了。すべてはガンマの実用化に心血を注ぐ。ドクター・ローガン・カーライルの熱意の賜物だ。
8月14日、水温25度、ペーハ 5.8、下水道利用者飼育を開始して2週間、猛暑による水質悪化が心配だったが問題ない様子。ガンマは複雑な下水の構造を2日ほどで完璧に理解し、ラクーンシティの地下を自由に散策している。どの個体も博士には非常に慣れているが、制御不能に陥った場合に備え、高火力の武器を導入した中古品らしく、精度に不安はあるが保険にはなるだろう。9月1日、水温23度、ペーハ 6.1、下水局の現場主任に賄賂を握らせ確保したのがこのラボだが、ガンマの増産を行うには少々手狭だ、移転を検討する。9月9日、水温21度、ペーハ 6.1、ラボに迷い込んだ清掃作業員1名をガンマが的確に処理、十分に実用に耐えることも証明した。明日にも報告書をヨーロッパ支社に送付する。あれかな、その結果、ベロニカとかにつながっていくやつとかかな。おお、ケンドさん出てくんのかな、今回も。この度は、この度は、ガーシップケンドの製品をお買い上げいただきありがとうございます。グリードランチは極面です。大国語がすることで最大のパフォーマンスを発揮します。本製品は当時独自のカスタマイズにより、あらゆる種類の弾に対応可能です。リユース品につき、連射機構が機能しません。そのため、リロードは手動になりますが、破格値にてご提供いたします。手書きメモ、炸裂弾、ここら辺はまあいいか。マインスロワーも出てくるんだ。ボス、必要なした判断試行には見送り。なるほど。おお、これか。グレネードランチャー MGL。ここでもセーブできるんですね。どうしようかな。ちょっと、まださっきの、炸裂弾、これさっきのやつ見ればいいかな。とりあえず、これじゃあ、一旦預けときましょうか。これあれかな、もしかして効くのかな、あのガンマちゃんに。ということであれば、まあ、2発しかないけど、ハンドガンの弾も節約したいですし、そっちを優先的に使っていくようにしましょうか。ジェギン、やっぱ新しく手に入った武器、まだショットガン使ってないけど、優先的に使っていきましょう。ということで、下水なんかね、あの道は一つしかないはずなんですけど、なんか、皆さんも怪奇現象が見えたと思うんですが、その怪奇現象に次回は進んでいきたいというふうに思います。ということで、まあ、今回ちょっとあまり見せ場なかったんですけどね、とりあえず、しつこいネメネメちゃんはですね、倒すことができたんで、しばらく会わなくて済むんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そんなところで、次回の動画でまたお会いできればと思います。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。